バージニアアップガーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、ウェストフィールド出身の、小児科学及び麻酔専攻の女医、女性医学者、麻酔会である。また、新生児の出産の際に、アプガー指数を導入したことによる、乳幼児死亡率の低下で世界に貢献した。毎年、週3期学の分野で、米国小児科学会より、バージニアアアップガー賞が贈られている。生涯独身のまま、 1974年8月7日にコロンビアプレスビテリアン医療センターにて死去。65歳。1994年に肖像が合衆国の20セント普通郵便切手に採用された。音楽一家の3人兄弟の末っ子として生まれる。頻繁に家族でセッションを行う過程で彼女はバイオリンを担当し他の兄弟はピアノとオルガンを演奏した。 成人になってもことあるごとにカルテットに参加し、バイオリンと共に旅行に出かけた。友達には楽器作りを勧められ、共にバイオリンやチェロなどを自作した。他にも趣味としてフライフィッシング、ゴルフ、切手収集、それから特に演芸を足しなんだ。ニューヨークのジョージ・ワシントン・ブリッジの下を飛ぶ夢を叶えるため飛行機操縦の訓練にも参加していた。 父親は保険屋の重役であったが、アマチュア発明家と天文学者も兼ねていて、彼女に科学への興味を持たせた。彼女の兄は結核で創生していて、もう一人の兄も持病を持っていたことが医学に興味を持たせるきっかけであった。彼女は一度も結婚することなく、65歳で観光編により死去した。ありがとうございます。